談チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。滝本仏光堂榎本です。タンです。106個の煩悩を持つ小林です。よろしくお願いします。お願いします。2つはどこに行ったんでしょうかね。だからこの前まで107言ったからね。日々修行せなあかんで、ね、すげえね。進歩してるんですね。進歩してるね。一応結構簡単に1個つらくなっていく、ね、大体まあ1ヶ月で1個切れたらこっからが難しいかもしれない。簡単なやつはあるから。頑張りましょう。このコメント欄ね、ようコメントいただいてるんですけど、またどしどしお待ちしております、はい、お願いします。お願いします。元気出ますからね。はい、はい、そしたらね、はい、まあ暇なんでメールしましたと。そうです、そうですよ。暇な時にメールください、ね。はい、忙しい時にメールしてあげませんから、はい、よければ答えください、はい。私の親父は若い頃車の事故に遭い、その時にサンズの川を見たらしく、酒を飲んで酔っ払うといつもサンズの川の話をします。よっぽどだったんでしょう。よっぽどだったよね。でそこで質問なんですけども、親父は本当にサンズの川を見たと思いますか。過去笑いときてますね。見れるものなんでしょうかと。これも笑いできてます。あ、なるほど。もう見れるわけないやっていう感じやな。はいはい、で何回も聞いてるので正直しんどいと。はい、もうこれさっき2つ、まあ、2つあの、はい、はい、2つ目は、サンズの川のサンズはあの世の地名なんでしょうかと。なるほど、はい、もうサンズ ね、 ね、なるほど、はい、ありがとうございます。質問の方、はい、はい、で今日はサンズの川、あ、そうですね、お話しさせていただこうと思います、はいはい。でサンズの川、最初に、まあ、簡単にご説明させていただきますと、そのサンズの川は僕見たことないんで、ちょっと説明があれなんで、お寺さんちょっと聞いてきたんですけど、はい、サンズの川っていうのは基本的にあの亡くなって7日目に渡る川みたいです、はい。亡くなってから1週間経っての渡る川、結構早く渡る、ね、結構早く渡る、はい。そうな、早く渡る、まあそうやな、10日ぐらいから早いから、まあ79日とかあるからね。なるほど、ちょっと早めの渡る方やな。僕逆に遅いから、俺もちょっと思ったんやけどね、すぐ渡らへんやみたいな。まだもっと痛いじゃないですか。なるほど、ありがとう、ありがとう。で、三地の川は、そのまあ川を渡るんですけども、でその前にですね、老夫婦がおるわけですよ、じいちゃんばあちゃん。でもう年いったが服をもう剥ぎ取られてすっぽんぽんになる。すっぽんぽんになって渡る川なんですよ、三途の川っていうのは。剥ぎ取られますね、なんぼええ服着てても、はい、剥ぎ取られるんでっていうのが場所、三途の川っていう場所なんです、はい。でそれを踏まえた上で、はい、2つ目の質問ちょっともう一回言ってもらっていいですかね。すみません。三途の川の三途はあの世の地名のことなんですか。そうですね、この三途という、これは地名かどうかっていう話なんですけども、はい、こちらの方はですね、まあ漢字見てもらったわけです、はい、三、これ三つですよね、はい。で図、これいわゆる途中とか、はい、例えば道のり、道筋っていう意味になりますので、はいはい、基本的に3つの、言うたらこの川の渡り方ということになります。道筋、3つの道筋、はい、渡り方ということになります、はいはい。でこれが3つあるわけです、はい。それを説明させていただきますと、はい、1つ目、橋で渡る。だから川に橋が渡ってスッと行くわけですね、はいはい。この方はですね、ものすごい善人な方です。なるほど。この生きてきた中で人によっちゃうわけですよ。ちゃうケースが、そういうとこです。でこのもう何にもこう、もう行くとばっかりしてきた人は橋で渡れるのでスッと行けます。なるほど。で2つ目、はい、これは炭さんのパターンだと思います、はいはい。あの浅瀬で渡る。浅瀬で、この方はですね、軽い悪さした人、お、なるほど、軽い悪さした人は、はまあ、橋では渡れへんすけど、まあ、浅瀬、まあ、気ぃつけていったら渡れますわな、はい。ゆっくりと軽い悪さしたことないですよ、うん。その生きてきてさ、はい、完璧な人って言われるんや、はい、なんかちょっとぐらい悪くしたやん、ないないない、あ、ほんなら橋やわ、はい、はい。でそのちょっと悪い人は浅瀬で渡れる、はい。でそれは気ぃつけて渡れるわけ、はい、まだ渡れるわけ、まだ渡れる、まだ渡れる、はい。まあ、で3つ目、はい、なるほど、すいませんね。いや、いいね、いいね、別にここで落とそうなんて思ってないよ。あの、まあ、俺とエロちゃんみたいなタイプとか言うてね、落とそうかな、まあ、それはちょっとやめとこうか、はい。これはですね、罪深き人、この世に生まれてもそれは軽いとかじゃない、悪いことした人、わつ人はその川の 深くて、はい、流れがもうすぐ速いところを渡るんですけども、はい、で向こうから鬼に石も投げられるという、もうすぐ過酷なところを渡りきらなあかんという、渡らなダメなんですね、渡らダメ。その3パターン、これは三途の川ということで、なかなか3パターン目がきついきついんですよ。だから皆さん、あの生きてるうちはええことして橋を渡れるように行きましょうと、はい、なるほど。橋を渡ったらどうなるんですか、はい。まあ、橋だからその大変さが違うってことや、はい。そのまあ、結局はあの世行くんやけど、はい、ね。俺になんかこうなんかあれやな、あれやで、浅瀬になるで、申し訳ない、そんなこと言ってたら、はい、浅瀬渡るになるで、はい
ません、はい、ですのでその3パターンがあるんで、はい、皆さん前行を積んで走って渡ろうと。なるほどね、はい、はい、で2つ目、はい、2つ目の質問なんでしたかね、ごめんなさい、2つ目の質問が、はい、サンズの川のサンズはあの世の場所なんですかって質問。いや、そうかそうか、2つ目、ごめんごめん、はい、巻き戻したかな、はい、1つ目のやったっけ、ちょっと待ってね、1つ目が、はい、聞いたことない、1つ目が、はい、あ、そのサンズの川を見たと思いますかって、で見れるもんなんですか、まあ笑いとかついてますから、まあ見れるわけないやという質問なんですけど、はい、これも真面目に答えさせていただきますと、先ほどのサンズの川の説明させてもらった時に、亡くなって7日間でサンズの川を渡ることになりますので、この方はまあ大きい事故に遭いましたが7日間は亡くなってないわけですよね。あ、そういうことですね。だからその理論でいくと、これは見てないと、まあまあお父様はね、っていう判断には僕はなるんですけれども、まあ僕の判断だけでは薄い、はい、まあ、僕が言ってるだけですから。でこれ専門家に聞こうと思って、専門家って言ってるんですか、よう知ってる人に聞こうと思ってですか、そのちょっとさ考えてみて、サンズの川の専門家って、専門家おったんですすごい言ったみたいしますか、これはね、あの僕ら若い頃にお茶の会っていうのを用意しとったんですよ、まあ、うまく言うとお茶の会なんですけど、はい、まあ、あの言うと合同コンパになるんですよね、はい、で合同コンパをよくしてた時に、はいはい、そのいわゆるですね、はい、心理学を専攻してる女の子を追ったんですよ、ね、はいはい、心理学の方、そうそうそう、はいはい、だからその子に、あっと思ってちょっと聞いてみようと思って、これ信用できますね、はい、どういうことやで聞いたら、まあ、難しいことはいっぱい言うんで僕は簡単に予約しますよ。あの皆さん、サンズの川って聞いた時にパッて浮かぶでしょ、自分なりのなんかサンズの川が、でそれを、まあ、片隅にいつも置いてるんですけど、何かが起こった時にそれを錯覚して見ることがあるんですね。なるほどね、その想像する、見たと、その自分の頭にあったやつをパッとこう見る、うん、だから一概にこの人は見てないっていうわけではないと思うんですよ、うん、だから自分のイメージのやつを事故によって錯覚で見たんです。だその人の数だけサンズの川があるということですよね、うん、だからそれを無意識のうちに見てる可能性はかなり高いと、知識としてサンズの川を知らん人は絶対見ない、見ないっていうことで、っていうことですね、はい、全く。でも大体まあ日本人って結構こう昔話とかサンズの川のイメージがあるんで、だからこのお父さんも見た可能性は高い、うん、自分のイメージがね、はいはい、だから笑いをつけたけどかわいそうって言ったなっていう、ああこの文章もね、そうそうそう、ちょっとかなり鼻で笑った感じでしたからね。でね、やっぱりね、親父っちゅうもんはね、うちの親父もそうなんですけどね、はい、酒飲むとねくどいんですよ、はい、うちの親父も何回も同じこと言う、まあね、それだけ苦労してあるからね。そうそうそう、そうやね。だからそれさ、やっぱり俺らも育ててもうたからさ、やっぱりそういうのはやっぱり聞こうと思うわけですよね。だからこの人もやっぱりこう酒を飲んだ時ぐらい自分の今まで育ててもうたことを思ったら聞いてあげてね。で、やっぱり最後にね、やっぱりこう親がサンズの川渡る前に親孝行しようという、いう感じで示させていただこうかなと。それで一つなくなったような煩悩が。そういうことです。なるほどね。はい。ありがとうございます。いえいえ。ちょっとサンズの川怖いので、あの橋を渡りたいと思います、はい。今日はどうもありがとうございました。したいつもお仏壇チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。